株式会社日本工業銀行は、かつて存在した、日本の特殊銀行、普通銀行、長期信用銀行。明治維新後の重工業の発展や、軍需工業の拡大、第二次世界大戦後の復興と高度経済成長を、外債発行により支え、日本からの資本輸出にも携わった。最末期は、水保フィナンシャルグループの傘下に入っており、水保コーポレート銀行を経た元。 水保銀行の前身の一つである。通称は、公銀、英略は、IBJ。官僚である、前田正菜の提言、工業意見に基づき、農工業の振興を目的に1897年に設立された日本官業銀行は、養蚕、防食、食品など農業と密接した、軽工業を、主な融資対象としており、 日露戦争を契機に急成長した製鉄、造船、電力などの重工業は除外されていた。一方、日露戦争後の日本経済の発展とその副作用としての強行は国内資本の不足を露呈し、産業界では外資導入の必要性が叫ばれた。しかし企業単独で外資を調達するのは困難であり、政府保障のもと外債を発行し、 国内中工業への融資を行う、いわば工業の中央銀行たる新金融機関の構想が産業界で立てられていった。1899年1月、議員提出法案として日本工業銀行法案が第13帝国議会に提出された。しかし政府は、外債に限るとはいえ、元利金支払いを政府が保障するという条項に難色を示し、対案として、 同産銀行法案を上程した。内容は、外債債務の政府保障規定がない点以外は、ほぼ、日本工業銀行法案と同じだった。両法案は、政府案に政府保障規定を挿入する形で統合され、衆議院を通過したが、貴族院は政府保障規定を削除して、修正可決した。衆議院は、修正案を否決し、 直後に解散したので、一旦廃案となった。次の第14帝国議会で再上帝された日本工業銀行法案は政府保障規定や外債発行をめぐって紛糾したが、結局政府保障規定は削除、外債発行については法律では定めないことになり、右与曲折を経て成立にこぎつけ、翌年3月に交付。 1902年に設立総会を開き、資本金1000万円で営業を開始した。1950年代の日本工業銀行本店講述する金融債を発売する際、一般大衆への知名度の低さがネックとなった。戦後の1952年頃より、工銀では QP 人形をキャラクターに採用。以降、債券窓口やーウィンドウに QP 人形を設置し、 グッズの配布や、再建総合口座の普通預金ご利用控えの表紙に、キューピー人形の顔をあしらうなど周知徹底させ、公銀は、キューピーの銀行のイメージ作りを行った。なお、大口顧客や個人投資家向けの相談窓口の名称は、キューピーファミリー相談室で、再建総合口座の残高案内に添付されていた、機関紙の代号は、キューピーだよりであった。 キューピーを用いた広告は、水ズフィナンシャルグループ入り後の2002年1月頃まで、アルジャンなどで出稿されていた。1950年代から1960年代にかけて、川又克次、日高明、水島広浦工銀出身者が、次々と問題企業の再建に成功し、工銀は、当時の人気テレビドラマになぞらえて、財界のマスラを発出不快の異名を取った。 一課に示す個人でも、購入可能な金融債商品は、後に、水保銀行に引き継いでいる。なお、現在は、財形金融債のみ新規発行を受け付けており、窓口販売は終了している。添田十一市立、鉄次郎土方久明第12代日本銀行、総裁、小野英次郎副総裁、鈴木島吉大倉大臣、第15代日本銀行総裁、 宝来一松川上孝一大正5年、入港日本輸出入銀行初代総裁、伊藤健二復興金融金庫初代理事長、クリス・武雄大蔵大臣、岸吉次ゆうかわきた定一1950年初代、頭取りカテゴリー、水保フィナンシャルグループの人物を参照。一覧に漏れた人物の一部を以下に示す。公銀グループを参照 ABC。 日本工業銀行75年史よりようやく IBJ の歩み公式サイトありがとうございます。